はい、どうも皆さん、けじおです。新年明けましておめでとうございます。2024年始まりましたということで、一発目の動画は今来てるイベントの後半となっていますね。うん、ということで、お知らせの前にちょっと一つあって、今からお知らせ見て、名鑑見て、まあいつも通り最後にガチャっていう感じでやっていくんですけど、その最後にガチャっていう部分をもう先に取っちゃいまして、実はなんでかっていうのも、まあ単純な理由で我慢ができなかったっていうまあ理由なんやけど、どうしてももうこれ引くっていう感じになっちゃったので、まあ今回はまあ多分前回も言ってたと思うんですけど、指揮部長指揮部長のひかりちゃんの、ガチャが来ましたということで、まあひかりちゃんを中心に引いたんですね。はい、なんでそれを、まあ後にくっつけると思うんで、はい、まあなんで今からこの名鑑とかお知らせを読む世界線の自分はガチャの結果を知ってます。はいはい、なんでまあでも名鑑とかお知らせはまだ読んでない状態なので、別日に撮ってるので、まあそこはいつも通り変わらずっていう、うん、感じですかね。ということで、まあお知らせ、いつも通り読んでいきます。これは日にち的に多分読んでるよな。うん、ゆうちゃんとかおるちゃんのやつはなんか前やった気がするので多分大丈夫です。ってことは、式部省ガチャの開催から見ていきましょう。12月31日の12時から1月16日の13時59分までと、はい、なっております。結構まあ、2週間ぐらい長めの期間やってます。通常ガチャは初回10連無料優勝限定ガチャは優勝石が初回半額で、星6ピックアップ武将が出ればスキルレベル1。星6ピックアップなんでスキルレベルが1なんか。いつもだいたい星5ピックアップ武将やとスキルレベル3なんやけど、まあ星6なんで、まあその辺はちょっと調整されてるって感じか。で、ピックアップ対象は辻開花光ということで、まあ指揮部署ですね。いやーでも本当にカズアちゃん来るかひかりちゃん来るかみたいな二択やってんけど、まあ来てくれてよかったわひかりちゃんがはい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 、まあということで呼んでいきましょう。新部署辻開花光は精力部署の生存能力とクリティカルダメージを上げる指揮を持ち、指揮スキルを持ち、相手の防御力を無視した追加ダメージを与え、さらに相手の追加ダメージを弾き返す式タイプの武将です。辻開花光の行動は2巡ごとです。まあだから、普通にいる特殊攻撃タイプが1巡ごとなんで、それよりまあ1巡遅いっていう感じになるのかな。新スキル、ツバメ返しは攻撃してきた相手の追加ダメージをそのまま弾き返す特殊カテゴリースキルです。例えば追加ダメージが1万とかやったとしたらさ、その1万そのまま弾き返すってことこれ。だって普通今までカウンターってさ、何パーセントとかやってるの多分、ダメージの。それをそっくりそのまま返すっていうことやんな。相手の追加ダメージが強力であればあるほど大ダメージが期待できる。すごい。そんな技。いやー強いな。スキルレベル最大時には、ターンごとに攻撃が 5% 上昇し、2連撃による混沌の一撃で大ダメージを与えます。指揮スキルでは、防御上昇、HP 上昇、クリティカルダメージ上昇、で、耐久と、まあ、火力の底上げをしてくれるって感じなんやけど、そのアタッカーとしても、まあ、アタッカーというか、武将としても、ど根性とバリアで、まあ、耐久力もあって、で、2連撃、攻撃妨害耐性、攻撃ターンごと上昇、で、混沌の一撃で、ツバメ返しっていう感じで、攻撃防御にすごく優れてる感じになってんやな。で、範囲もめっちゃ広いしね。やっぱ強いな、式部署って星力やし。なるほどね。いやー、ちょっとね、まだ持ってないんでね、自分式部署を。うん。だからこれ絶対に、まあできれば天井とか行かずに早めに行きたいですね。で、式タイプパック販売してます。ひかりちゃんのやつ。まあ、お得なやつですね。はい、売ってます。で、
現在発生している不具合についてちょっと見るか。国取連兵場などで、つつじ開花、だからさっきの指揮武将の光ちゃんですね、が味方もしくは相手に含まれる状態で合戦を実行した場合に途中で停止しちゃうことがあると。まあ結構な不具合ですね。でも勝敗への影響はないらしいのでまあ大丈夫ですと。で、あとこれなんよな、俺気になってたん。被疑聖域にて異なる曜日の画像が表示される。うん、これさ、実際今も見れてさ、今これ撮ってんのが、長尾家、水のはずなんやけど、これ。これ水って書いてあるじゃん。これ長尾。でもこっちに書いてあるのは木なんよな。俺これ実際にすげえさ、混乱してさ、あ、なんでやって。こっち水って書いてあるのになんで木なんやみたいな感じやったんやけど、これ不具合ですね。はい。まあ今そういうのが起きてます。だからまだ治ってないんよな。順次っていう。まあ感じになると思います。で、新年のご挨拶、読んでいきます。まあ軽くか、全部は読まないですけどで、今年は、何があった、応援紳士4年目です。で、あとは、まあ、EX のあれ EX の3って今年やったっけちょっと覚えてないんやけど、まあ、EX もね、1,2,3 と全部揃いました。で、あとは去年で言うと、まあ今紹介した指揮武将とか連合討伐戦が、うん、新しく実装されましたよっていう。で、今年に関しては PVP の改善を活性化していきたいっていうことで、3周年を迎える3月には国取戦の大きな開始を予定しているらしいので、はい、お楽しみにっていう。だから今年は PVP 系の改善が主なんかな。うん、そう、 PVP って最近俺あんまり触ってない国取りとか、うん、ので、まあ、ちょっと改善されたらちょっと、まあ、やっていきたい。まあ、ちょこちょこはやるけどね、はい、って感じですね。で、続きまして、迎春キャンペーン第2弾、1月1日から9日まで、鬼神神社のスタミナ消費が 50% オフという感じになってます。報酬仲介でも有効です。報酬会はキャンペーン期間中に設定を行った場合、完了時刻がキャンペーン終了時であ終了後であっても対象になります。まあ、だから1月9日の13時59分までに報酬会なりなんなりスタートさせてしまえば、まあ、終了は9日以降でも大丈夫ですよっていう感じですね。法上の地は違います。はい、鬼神神社だけです。あ、鬼山ん鬼山ん鬼これなんて呼ぶの、おにぎり神社まあ、鬼、うん、お守りのやつはい。ね、お年玉ログインボーナス、1月1日から9日まで5日間、ログインすると全部で3000個の無償石がもらえます。で、初日は1000個もらえてますっていう感じです。で、お得な福袋売ってます。全部で4種類、123得っていう感じで売ってて、で、得を買うと、石とか極意の絵巻書の他に天下統一ガチャ確定チケット、ガチャチケットかがもらえて、今まで出たワンコちゃんまでのね、天下統一ガチャが1人当たるガチャを引くことができます。まあこれは結構やっぱ天下統一ガチャって強力な武将が勢ぞろいなんで、まあチャンスですね。はい、戦力を拡大させるっていう感じになってますね。で、最後はイベント系ですね。まずこっちから見るか。イベント後半来ました。1月2日から1月9日まで、1月9日の13時59分まで。で、イベント報酬の交換期限が16日の4時59分までとなっております。で、後半は、強敵ボス系のやつですね。はい、ステージをクリアすると強敵ボスが、現れることがあるので、その強敵ボスを倒し、まあ、星音しずくちゃんをはじめとした報酬が獲得できますよという感じです。で、ボーナス部署はこういう感じになってます。あ、葵ちゃん、そっか、ボーナス部署なんか、去年の。今年、ガチャの星音部署がおらへんから、なんか少ないんかなって思ってたんやけど、葵ちゃんもまあ、ちゃんとボーナス対象になってるみたいですね。はい。
で、最後はガチャ。見ていきましょう。1月2日から1月9日13時59分までという感じです。通常ガチャは初回10連無料。で、優勝限定ガチャは優勝石が初回半額。で、星5ピックアップ武将が出れば、スキルレベル3で出てきますよという感じです。で、対象は、ピックアップ対象は、攻撃タイプ、笑う角には福来たるマリちゃんということで、早速読んでいきましょう。新武将、笑う角には福来たるマリは、対象の捨て増加効果数に応じた追加ダメージを与える攻撃タイプの武将です。気迫の一撃に必要な捨て増加効果をなんと8つも相手に付与し、気迫の一撃の効果量もスキルレベル最大で 40% になるため、大ダメージが期待できます。基本攻撃後に自身のクリティカル確率を上げるため、お守りや支援武将を合わせて、気迫の一撃をクリティカルで目指しましょうと。このスキル1、スキル2に書いてあるこの8つのスキルを相手につけてから、クリティカルを上げて気迫の一撃で攻撃するみたいな感じなんかな。相手のバフの量が多いと気迫の一撃はダメージが確か上がるんで、うん、そういう感じですね。うん。まあ後でガチャの時にまあ見るんですけど、これの上昇量どれぐらい相手上げるんやろうな。上げ、うん、ちゃんとつけやなあかんねんもんこれ相手に。まあ多分しょぼい上昇量やとは思うんやけど、これを相手にひっつけて、うん、だから最低でも8つを相手にバフをつけるっていう感じなんかな。で、それプラス相手に支援武将がいたら多分プラスになると思うんで、まあ最低でもだから8つはバフつけるっていう、ダメージが上がるよっていう感じですかね。うん、まあ、こんなもんかな。ということで、名鑑ですね。はい。見ていきましょう。前回は、1から4話。で、マリちゃん、まあ、マリちゃんが主なやつやったかな。で、シノちゃんがマリちゃんに、振り回されたというか、うん、もうすごいヘトヘトになってたみたいな感じになってましたかね。で、後半の5から8話。まあ何をするんかなっていう。まあ多分、しのちゃんがあんまり活躍してなかったから、しのちゃんが出てくるんやとは思うけど、まあとりあえず見ていきましょうかね。秋風に。ああ、そっかそっか。そうやわ。しのちゃん、そういえば、ね、これは、百人一首かな。ああ、だから、後半は百人一首するんか。はい。おお。いや、泉ちゃんも強そうやけどな。翌日、人気のない健介隊大社に響くのは、札を読み上げる雫の声だった。いいですね。さすが、しの殿、お強い。いえ。まだまだです。正月明けに、京で将軍家主催の歌かるた、今でいう百人一首の大会があるそうで、しのはその、特訓をしてたんだよな。なるほど。大会に向けての調整ってことね。しのちゃんは敵なしやろ。多分やけど。泉はカルタの経験があるんだな。一条台にいた頃、堺の商人が持ち込んできまして、あの騒ぎが起きるまでは、皆でよく遊んでいましたから。ああ、鬼のやつな。なるほど。ちょっと触れにくいな。ちなみにカルタは俺が持ち込んだ遊びじゃない。日本にはもともと買い合わせっていうゲームがあって、それと南蛮から持ち込まれたカードゲームが融合して生まれたものらしい。ああ、なるほど。現代だと著作権とか特許とかでだいぶ揉めそうだけど、この時代にはそういう概念がないもんな。ああ、まあでも今はちょっとそういうのって真似するとうるさいけど、この時代とかは逆に真似された方が悪いみたいな。それをなんか真似されやんように工夫するっていうのが多分この時代の生き方やから。うん、まあまあまあ、時代の違い。それにしてもシノは強いな。なんかコツとかあるの？なんやろ。
やっぱしのちゃんはその頭脳キャラやからひたすら覚えるみたいなんじゃないの。特にはなかったわ。和歌と札の位置さえ覚えておけば、あとは上の句がどれか分かった時点で手を伸ばせばいいだけですから。あ、まあだから本当に覚えるんが大事ってことか。秋から始まる和歌は2種だけですし、秋風と秋の田のどちらかが分かった時点で、あ、秋風の秋かと秋の田の秋のでも分かんのか、これ。あー、なるほどなるほど。で、まあしのちゃんは100枚か、100人一首やから100枚の札を全部頭の中に覚えてて、でそれプラス今配置も覚えてるっつったか、札の位置さえやから配置も完璧に覚えてるから、だからもう秋かって言った瞬間に秋風パーンって取れるってことか。やばいな。覚えた場所に手を伸ばせばいいってわけか。できやんけどな。とはいえ言うのは安くの典型みたいなもので、それができれば誰も苦労はしないだろうけど、いやそうなんよ、それが難しいんよ。羽付きは武闘派の方々に構いませんが、叶いませんが、歌かるたでしたら私にも勝ち目がありますので。勝ち目があるどころか最強クラスやろ。歌かるたで遊ぶ理由が思いっきり負けず嫌いなんだよな。しのらしいといえばらしいんだけど。どうですか？健介様は歌かるたで遊んだことは？まああるやろ、百人一首やんな。うん、多分子供の頃とか、まあ小学生の頃はやったけど、うん。そういえば小学生以来やってないかもな。天の国と姉ちゃん、天の国で姉ちゃんたちと遊んだことならちょっと。あの姉ちゃんたち、まあ強そうな子おるな。まあ、シュリちゃん、ひなりちゃんとかまさにこの二人みたいな感じやでな。やっぱいっちゃん最初に思い浮かぶのは。どうでしょう。ではこの勝負が終わったら私と一手いかがですか。そうだな。じゃあ一手ご指南いただけますか、しの先生。ああ、ボコボコにされるんやろうな、多分。綿の原、子。ああ、いかれた。当たり前といえば当たり前だけど、和歌をまともに覚えていない俺じゃ、しのから一枚も戦死することさえ至難の技だった。綿の原まで動かなかったから、今度こそ行けると思ったのに。綿の原の次の文字で、どちらの歌かは決まりますからね。綿の原っていう時点で2つあるんか、多分。うん。で、さっきやと、こうか。こって言ったらもう違うんやな。うん。これで半分取れたのって私の勝ちですね。100人一首やから、まあ、100枚の札があって半分。で、プラス過半数やから51枚取ったってこと？結構ボコボコにやられてるんやな、多分。健介くんが49枚取ってるわけないから。もう一手。いいでしょ。構いませんよ。なら次は他のカルタにしますか？お、あるんや。これなら枚数は半分ですから、ケンスケ様も覚えやすいかと。あ、そんな半分のあれあるんや、100人一首みたいな。もう100人じゃないけど。雫が奥の部屋から持ってきてくれたのは、やはり堺の商人たちが作ったという別のカルタだった。あー、いろはカルタ。あー、あのことわざのやつやんな。あ、だから半分なんか。あのあいうえおやから50音順ってことね。うん、なんでもあるな。天の国にもあるのですね。一寸先は闇、犬も歩けば棒に当たるじゃないんだ。あー、なんか地域差みたいなあるんや。いろはで作ったカルタにもいろいろ種類がありますからね。まあことわざもいろいろあるからな。だとしたら、犬も歩けば棒に当たるも別にあるのか。世界が違うがゆえのバリエーションなのか。やっぱ大体、まあ、うちらで言うとこっちがポピュラーやんな。犬も歩けばの方が。さあ。では、健介様、次の勝負といきましょう。
勝てるかな。あ、一ついいですか。どうかしましたか、泉殿。いろはかるた、しの殿は文言すべて覚えているのです。もう覚えてるんちゃう。あ、覚えてないんや。1は今覚えましたけど。あ、じゃあ、いけんちゃう。まあ、1覚えられたら結構きついけど。覚えたのかよ。って、ちょっと待てよ。だったら勝負って最初の一文字目で決まらない。あ、ほんまや。そういうことか。いろはかるたって、せやんな、50音順やから、同じ頭ってないから、もう覚えた時点で勝ちやん。だからさっきの一寸先は闇やったら、もういいって言った瞬間にも取られるやんな。だからそれが全部続くってわけやろ。で、もうしのちゃん場所覚えちゃったから勝負ならへんやん。あ、血管見つかったな。まあ血管っていうか、これはまあしのちゃんがただ単にすごいだけやけど。なるほどね。これハンデどころか、しのにさらに有利になるやつだな。これは無理や。それは確かに盲点でした。いや、気づかんかったわ。わあ、みんな何してるの。来たー、マリちゃんは絶対強いやろ。あー、でもどうなんやろ。速さは100。いやー、覚えとんのかな。覚えてるとしたらクソ強いよな。うん。そうだ。マリちゃん使う。なるほど。1対1ではなく、ああ4人で取り合う、まあ、バトロワってこと。1対1対1対1ってこと。全員まあ敵。なるほどなるほど。バラバラに散らばったカルタを囲むのは篠にマリ、泉、そして俺の4人だった。こういうのって大体あるよな。もう自分のあの手の届く範囲の何枚かは覚えといて、それに集中するみたいな、まあ、そっちの方が良かったりするよな。うん。篠の有利は揺るがないと思うけど、それでも1対1よりかはばらけやすいだろう。いやー、でも篠ちゃんはだって全部覚えたやろ。勝てる。一文字目言った時点で取られるんやもんな。実質2狙いな消極的な作戦だけど、シノとタイマンを張る絶望感よりはだいぶマシなはずだ。シノにだって負けないの。無論私もそのつもりで挑みますよ。これなら私にとってもいい訓練になりそうですね。あんまりシノちゃんが言わなさそうな言葉。普段は絶対に言わん。さあ。お、で、しずくちゃんが呼んでくれるんやな。はい、読みますよ。行くの。ケンスケ、勝負なの。そして、しずくが読んだ最初の札は。で、終わるか。いやー、勝てる？もう実質1対3みたいにならへん？嬉しいの。お、勝った？マリちゃん。面白かったの。思ったより混戦でしたね。4人で勝負したいろはかるたの対決は、しの、まり、まり、いずみ、そして俺という順位で終わっていた。お前どべかい。あー、でもまりちゃん2位なんや。てかやっぱしのちゃん強い。うん、で、いずみちゃん。で、まあ、けんすけくん。さすがのまりちゃんでもしのちゃんには勝てやんのか。あ、じゃあ結構強いよな、しのちゃん。でも俺も5枚は取れたぞ。そっか、よかったな。いやでもすごいよ、このメンツから5枚はすごいよ。しの、やっぱり強いの。マリさんも相当でしたよ。マリはいろはかるたは初めてらしかったけど、生来の反応速度に物を言わしてかなりいいところまでしのを追い詰めてたんだよな。あはは、まあそこやな、やっぱ体力面というか速さがあるからマリちゃんは。うん、だから覚えてないけど、例えばまあ一寸先は闇のイーっていうのを、そのまあ動体視力というかバーって探して見つけた瞬間もそのスピードでみたいな、それができるもんな。
マリちゃんが札をきちんと覚えたらすごいことになるんじゃ。誰も取れへんのじゃ。歌カルタなら全部覚えてるんや。これシノちゃんやばいんちゃう。覚えてるの？すげえ。これマジチャンピオン筆頭やろ。そのあたりは今川の姫君なら基礎教養かと。ああそうなんや。歌カルタも教養に入ってるんや。そうか、こうやって遊んでるとついつい忘れがちになるけど、今川家のお姫様だもんな、マリ。そりゃ百人一首だって覚えるか。いやーすごいな。これしのちゃん結構危ないんちゃう？あ、別にやらんの？あ、やらんねや。しののスパークリン、ん？あ、スパーリングパートナーとして呼ばれた泉も帰って、息抜きを終えたしのが次の練習相手に指名したのは、あ、マリちゃん？マリちゃんと百人一首か？お願いしますね。あー、そっち。あー、でも、あー、互角？あれどうやった？一応頭脳面は互角っていう設定じゃなかったっけ、この二人って。うん、いやこれええ勝負やろ。こちらこそ胸をお借りします、しの。あれさっき読んだ俺。あー、よろしくお願いしますと。うん、なら札はマリが読むの。あー、マリちゃんは覚えてるからな、札。うん、お願いします。うわー、どうなんやろこれ。だったら俺は、ああ、見届け人。ケンスケ様は心の中で応援していただけますと。心の中でなんやな。普通に応援されると多分うるせえから。おう。俺が黙ると同時、辺りの空気がピンと張り詰めるのが分かった。それこそ刀を構えた武芸者同士のそれと何ら変わりのないものだ。君がため、お、おお、同時。すごい。君がためまでは共通の句があるんだろう。マリが次の一文字を口にした瞬間、二人の手は同じ一点をめがけて迷いなく振り下ろされていた。今のは篠だったの。おお、なるほど。マリちゃんはそういうジャッジ面でもやっぱ動体視力で優れてるからな。よし、さすがですしの。これあれやな。ちょっと本当にどっちが勝つかっていう予想つかんな。ですが次は負けません。受けて立ちますよ、しずく。お互い、句はもちろん、札の場所も完璧に記憶してるんだろう。やんな、二人とも多分同じぐらいの頭脳のはずやから。だとすれば、勝敗を左右するのは瞬発力や気力のほんのわずかな差だけだ。ああ。でもそれなら有利なのは、あー、しずくちゃんか。まあ言うたら体力面ってことやんな、これ。だからまあ体力で言うと圧倒的にしのちゃんのがないから、これ後半戦しのちゃん結構厳しいんじゃない？だからしのちゃんは、もう取れる時に取っとかんと、やばいみたいな。でも頭脳が五穀やからあんまりそれできへんのちゃう。めっちゃバテてるもん、しのちゃん。息切れしてるもんだって。あ、これ人はみなーじゃない？なんかそんな食うなかったっけ。あー、しずくちゃん、やっぱ後半はしずくちゃんなんか。しずくが取ったのは100枚中51枚目の札。あー、それ、そしてそれはしずくの勝利が確定した瞬間でもあった。やっぱ体力か。しのちゃん喋れへんもん。二人の記憶力はほぼ互角、そして瞬発力もほとんど同じなら、最後にものを言うのは体力だった。いやそうよな、こういう時でも体力いるんよな。勝ちました、しの。
おめでとうございます。そうですね、おめでとうございます。しずく、ようやく息を整えたシノは淡々とそうつぶやくと、そのまま静かに部屋を出て行ってしまう。うん、大丈夫かな、俺ちょっと見てくるよ。シノを追って出ていく俺に、しずくもマリも何も言わないままだ。何も言わ、ん？うん、そんなことある？こんなところにいたのか、シノ。ケンスケ様、あーやっぱ負けず嫌いやから。やっぱり負けて悔しかった？いえ。え、違うの？そういうわけでは。雫に比べて体力がないのは自覚していますし、ああいう場で最後に物を言うのも体力ですから。まあね、まあそれもやっぱ雫ちゃんとしのちゃんが互角っていうのがあるから。うん、まあ多分基本しのちゃんは頭脳で負けることないからな。序盤のうちに逃げ切れればよかったのですが、私の限界が見えた時点で予測できた、結果なので、やっぱそうやんな、取れる時に取っとかんとっていう感じやんな。そうか、シノのことだから逆転の秘策とかあるのかと思ってたけど、戦場ならともかく正面からの一対一で使える奇策などありませんよ。まあそうやな。向かい合ってんのに。そんな、やはり初詣の願いは体力をもっとつけておくようにとすべきでしたね。じゃあ悔しそうに見えたのって何やろう、強いて言うなら、なるほどな、そういうことか。ケンスケ様の今宵のお相手をかけていましたので。すぐこういうことかけるんやから、この子たちは。あ、まあそれはそうなるか、悔しいか。え、そう言ったらケンスケ様は喜んでくださいますか。あ、ちゃうんや。あー、まあ違うんか。いや、まあそれは嬉しいけどさ。シノとしずくくらいならいくらでも頑張るから、それで倹約になるのはやめてほしいかな。まあ多分倹約っていうのにはならんと思うけど、まあまあまあ。あ？だそうですよ、しずく。これははめられたか、もしかして。やられたか？はい、シノ。そんなシノの合図とともに建物の陰から姿を見せたのは、しずくとマリの二人だった。ケンスケ、二人だけなんてずるいの。シノさん？琴父はいただきましたからね、ケンスケ様。わー、はめられたわ。さらにマリちゃんまでいるから、三人分やでな、これ。まさか。よく考えたら、シノが出て行った時も、俺がシノを追いかけた時も、しずかは何も言わなかったし。いや、そうなんよ。そこおかしいなとは思ったんよ。うん。大体なんかは言うやろ。で、二人とも何にも言わんからさ、マリちゃんも。なるほど。勘が良かったら気づけてたか。これも計略の。どうでしょう。出た。さあ、どうでしょうか。うわー、でもこれはやられたな。ケンスケ、マリも。そうですよ。マリちゃんだけ仲間外れもどうかと思いますよ、ケンスケ様。わかった。わかったから。いや、これはね、やっぱね、断りやんからな。マリちゃんのお願いは絶対に断りやんから。たく、今年もうちの軍師たちは頼もしい限りだよ。飛びついてきたマリを抱き止める俺に、彼女たちは俺の左右から顔を見合わせて微笑むだけだ。あ、なるほど。そういう感じで終わんのな。まあ今年もね、軍師は健在という。まあ頼もしいですね。はい。っていう感じです。ガチャは、まあもう事前に引いてあるから、
引かないんですけど、詳細は多分見やなあかんのやったっけな。うん、多分詳細は見なあかんと思うので見ていきましょう。覚醒させるとこうですね。でマックスにして見ていきましょう。ど根性5回現在 HP を超えるダメージを受けても HP を1残して耐えます。お、5回できるんや。へえ。バリア18ターン、被ダメージが 70% 軽減。攻撃力ターンごと上昇、5% ターンごとに上がります。永続ですと。2連撃永続、2回攻撃をできる代わりに、まあ、攻撃力が 30% 下がります。攻撃妨害耐性がついてます。はい。混沌の一撃、相手の防御力によるダメージ軽減を無視して追加ダメージを与えます。攻撃力 ×150% の追加ダメージ。うん。で新しいスキル、ツバメ返し。あ、回数あるんや。あ、まあでもそりゃそうよな。これ無限やったらクソ強いでな。相手の追加ダメージをそのまま弾き返す、3回までってことね。はい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 、なるほど。で精力スキルが指揮力 ×20% の防御上昇を、指揮力 ×35% の最大 HP 増加、指揮力 ×100% クリティカルダメージ上昇。まあもちろんやけど、まあ同じ勢力の武将で変動しますという感じですね。まあだから光ちゃんやったら武田足利の子たちがいればいいってことやね。ああ、いやいいですね。で次はマリちゃんか。見ていきましょう。はい、こういう感じです。よし。で、攻撃上昇。あ、これ、あ、そうやな。敵につけるやつやんな。攻撃上昇10ターン。あ、1%か。あー。攻撃、クリティカル確率、ダメージ、敏捷、全部 1% 相手を。相手のやつ上げて、でこっちも 1% かな。うん、そうやな。ターンごと上昇、クリティカル確率ターンごと上昇、ダメージターンごと上昇、防御力上昇、全部1。うん。まあ1%やったらね、まだ大丈夫なんで。で、こことここの8つを相手につけた状態で、自分のクリティカル確率を 40% 上げ、ギャグの一撃ですね。相手の被ダメージ減少、被追加ダメージ減少を無視して、対象に追加で、相手の捨て増加バフかける自身の攻撃力かける 40%。あー。まあだから、マリちゃんは8つつけれるから、最低でも8かける自身の攻撃力かける 40% の追加ダメージっていうことか。で、それプラス、相手の支援武将がいたら、まあもうちょっと上がるみたいな。結構強力じゃない？うん。最低でも8はかけるになるから、多分だいぶ強いんじゃないかな。っていう感じか。うん。これぐらいかな。やと思います。はい。ということで、ガチャの方ですね。はい。今から、くっつけますね。前日に引いてるんですけど。はい。じゃあ、ガチャいきます。はい。ということで、まあ石を用意してきましたということで、はあ、まあ多分まあ天井まで行く気はさらさらないんやけど、まあ天井行くまでは石は足りないですね。はい。まあでもさすがにそれまでには出てほしいかなっていう、うん、で、ああそう、あのお得なやつを買ったので、ね、天下統一武将、一人確定のね、チケットが、まあさっきこれから行こうかな、さっと。うん。まあ、持ってない子出てくれる方がいいけどね、やっぱ。さあ、誰？お！ほう、見るからに。ああ、カズハちゃんか。あの制服の。ああ、よかった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 。うん、持ってなかったでな。ああ、いいですね。いいスタート。いいスタートが切れました。で、まず、マリちゃんの方の無料オーブンを引いていきますと。おかしな真似を付き合ってあげることが、いや、こんな、まあ、いいんやけど、今はめちゃめちゃ気合い入れてんやけど、ちょっとすぐ出たらどうしようっていう
おそばにいさせてくれ、まあ出てくれるのは全然いいんやけどはい、まあまあまあ、天井行くよりかはもうすぐもうこういうところ出てくれた方がいいですね。で、提供割合が確かな低いんよな、 1%2% で優勝で引いた方が多分ね出やすいんよ、うんまあ、なんでプランとしてはまず無料で1回引いた後にで優勝石なくなるまで優勝で引いてみたいな感じでいこうかな。うん、そっちの方が多分いいと思うんで、はい。なんでまあまずは無料で、うん、まあまあ一応見るか。なかなかやっぱね演出がないと。ちょ、夕霧ちゃん頼む、お腹が空いたら姉上を連れてきてくれ。小舟に乗ってきて健介様のため。まあまあまあ無料はね、無料はいいんよ、はい。でこっからはまあ初回半額やし、とりあえずまあ有料の方引いていきます。こっち出てくれた方がスキルポイントは得なんでね。はあ、いやあるぞ、だって 1.5% やもんな。おーおお、買ったやろこれちょっと待ってよあんなに気合い、まあまあええわ。ちょっと演出が知らん、一緒なんかな演出。プチューンして普通に出てくんのかな。武田の真の力見せてあげるマジかよこんな、いいんすか。勘違いはしないで。いやでもこれもここまで来たら他の式部署出てほしいけどさ。この先の旅人、神のご加護があること終わっちゃったよまあ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 いいんじゃないですか。ああ、いやまさか20連で出るとは思ってなくてさ。いやでもな、ここでな、そうここで他の式部署を狙うのはちょっとさすがにやってるから、どうしよっかな。優勝分ぐらいは引こうかな、せっかくやし。うん、ワンチャンひかりちゃん重ねれたらいいんで、まあ、優勝分は引きますね。はい、ここで終わってもちょっとあれなんで。お、今日やばいってお、これ来てるって。しっかりとお腹が空いたら来い、武田の真の力見せてあげる。いや確かに今まで俺式部署は全く出やんかったけどさ、マジでいいの逆に。いやこれ行くしかねえやろ。もうこれはさすがに出やんなおいマジか、これラストか、あの優勝分は。うん、まあ引いていくわ。最後行きたい。あー、まあ夕方か。いやでもだいぶいいんちゃう。しっかりと、よさよさ、二度と。まったく私だけを勘違いはし、あ、まあ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 、いやでもだいぶ良かったやろこれ。ちょっとホーム画面に置きたいな、せっかくやで。ちょ見に行くか。うん、今こそ攻め時、風のように早く、火のように熱く。いやーいいですねなんかあれなんだ、星6武将って、まあ、当たり前やけど最初から星6やから、杯使わんくてよくて、そのままもう本当に限界突破して終わりなんやな、楽レベル上げて、うん、あの虹にして終わりみたいな。うん、だからもう星を上げる必要がないからすごく楽なんやね。いやーめっちゃよかった、いやよかった、マジですぐ出てくれて、しかも2連続やもんな。いや神がかってたマジでなんか新年一発目からこんなにええんやろかっていう、うん、まあ思うけど、まあまあまあ推しなんでね、全然構わないですね。はい、ということでね、今回はここまでとなります。いやー長くなるとは言ったもののすぐ出ちゃったんでねそんな長くなることはなかったですね。で次は待ってな、
スケジュールレターを見てなかったな。1月9日から16、次来るのがまあ16か、次ストーリーイベントが来るの16なんで、まあ久々にというか、うん、1ヶ月ぶりかな。うん、本編進めていこうかな。法隆下切り進めへん、新しいの来るし、進めていこうかなと、はい、思いますね。でまあ連合討伐戦とか来たりって感じか。うん、まあ下切りスズメ編を進めていこうかなと思いますね。はい、なんで次は本編やっていくと思います。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。